はい、またね、新しいスマートフォンを購入しましたので紹介したいと思います。今回購入したのはこちらですね。ユミデジの A3S です。はい、こちらのね、端末はユミデジのね、現行モデルでは一番ね、スペックが低くて一番価格のね、安い端末になります。似たような端末でですね、A3X っていうね、端末がありますけれども、まあ、こちらもね、結構安い端末で、ちょうどね、タイムセールで9700円ぐらい、ちょうど1万円切るぐらいのね、価格で販売していましたけれども、まあ、価格差はね、約1500円ということなんですけれども、大きな違いは、まあ、ラムですね、メモリーが 3GB と 2GB ということでね、1GB 違うということと、あと A3X の方はまあノッチになってるんですよね。で、ノッチの関係でちょっと解像度も上がってますけど、まあノッチがあるかないかっていうことなんですけども、ただこのノッチがですね、ちょっとね、古い、いわゆるこう M 字ハゲっていうね、まあ私の視聴者さんはまあ40代から50代の方が多いので、ちょっと M 字ハゲっていうとね、まあ角が立ちますけれども、まあまあね、iPhone とかで使われてるいわゆる M 字ハゲノッチなので、ちょっとね、最近ね、Android ですと、まあウォータードロップっていうね、ものが主流なので、ちょっとね、古臭いかなっていうことでね、ちょっとその辺もあって、A3S の方ね、安い方にしました。まああとですね、A3S の逆に言うとメリットというのは、まあノッチとかね、さっき言ったメモリーがね、少ないってのあるんですけど、バッテリーがね、3900mAh になっていて、A3X の方は3300ぐらいでしたかね。まあ若干ですね、バッテリーの容量は A3S の方が多くなっていますので、まあ一応その辺をね、考慮して私はね、安い方を選びました。はい、Amazon のね、タイムセールで、結構ね、ユミデジの端末が軒並み安くなってたということもあって、買われた方もね、多いんじゃないかなと思うんですけれども、私がね、よく見ている YouTuber さんの方なんかもですね、結構ユミデジの端末、購入して紹介されている方がいらっしゃいましたので、まあ、どういうわけかね、ユミデジの端末っていう YouTuber にすごい人気なんですよね。まあ、私も買ってるんで、まあ、人のことは言えないんですけれども、まあね、それじゃあちょっとね、その YouTuber に大人気のね、ユミデジの格安端末を紹介していきたいと思います。はい、それではね、箱の裏のスペックで確認をしていきたいと思います。SoC はですね、MT6761ということで、まあ、これはね、ヘリオの A22 っていうね、ものになります。まあ、ローエンドのね、SoC になりますけど、まだちょっとね、今時これ使うかなっていう感じもしてきてますけど、まあ、ローエンド端末なんでしょうがないのかなというふうに思います。ですね、あとね、Android が10なんですね。これはね、すごく評価できると思いますね。まあ、この価格で、Android でね、最新の OS を積んできたっていうのは非常にいいかなと思います。あと、先ほど言った通り、RAM は 2GB、ROM は 16GB ということで、本当にね、最低の容量になっています。あとね、デュアル SIM に対応しています。スロットはね、トリプルスロットになっていますので、 SIM カード2枚プラス SD カードをね、利用することができます。はい、先ほど言いました通り、バッテリーの方が 3950mAh ということで、まあ、4000mAh にはちょっと足りないですけれども、まあまあね、この価格帯であれば十分かなと思います。ディスプレイの方はですね、5.7インチの HD プラスですね。はい、カメラの方はですね、1600万画素と500万画素のデュアルレンズですね。あと、インカメラが1300万画素ということです。はい、あとね、対応バンドの方ですけれども、これはね、ユミデジさんの端末はまあみんなそうなんですけども、ここはね、しっかり対応していますので、ユミデジさんの一つの売りかなと思うんですけれども、一応ね、バンド1、ドコモですね、まあ、ドコモ、ソフトバンク、まあ、au も使ってますね。あと、バンド3、これもドコモ、ソフトバンクですかね。あと、バンド8、ソフトバンク、あとね、ドコモのプラチナバンド、バンド19と、あと18も対応してますね。au のプラチナバンドも一応対応しているようです。あと26、あと28の AB ということで、まあ、ほぼですね、日本のメインの周波数にはね、対応しているということになります。はい、それでは開けていきましょう。サンキューカードですね。SIM ピンと。説明書の方にはね、ちゃんと日本語の表記があります。はい、あと同梱品は、充電ケーブルですね。ただ残念ながらこれね、タイプ C ではありません。あとは充電器ですね。こちらも急速充電には非対応です。はい、ユミネジの端末はいつもそうですけどもね、最初からケースがね、付属していて、ケースにね、入った状態で、箱に入っています。ただですね、毎回毎回そうなんですけど、このね、黒い、ちょっとこのレザー調のやつなんですけれども、まあね、本当に、ボディのね、本体の色が全く見えないということで、ちょっとあんまり好きではないんですけれども、できればね、普通のクリアケースにしてもらいたいなと思うんですけども、相変わらずね、ここは一切ね、変更してこないですね。まあ、ユミデジさんの場合はこの下にね、液晶保護フィルムがついていますので、剥がさないように注意してください。はい、今回ね、購入したのはミッドナイトグリーンっていうね、緑色になりますけれども、
これなかなかね、あんまりない色なんで、結構いいですね。渋いというか、あんまりね、今こういう落ち着いた色が少ないので、結構いいですね。なんかね、量産型ザクみたいな、ね、そういう渋い色になってますね。フレームはですね、なんか金属っぽい感じになってますし、全体のね、質感は、まあ、この価格考えればかなりね、いい方だと思いますね。なかなかいいです。はい、下の方にね、3号のイヤホンジャックがあって、まあ、充電ポートがありますけれども、ここはね、タイプ C じゃないんですよね。ブラックビューのね、A80 Pro は、タイプ C になってましたんで、ちょっとここね、もう一踏ん張り、タイプ C にしてほしかったなという感じです。SIM スロットです。こちらはね、トリプルスロットになっています。はい、それでは電源入れていきたいと思います。はい、弓でした。はい、日本語がありますので、そちらを選択していきます。はい、立ち上げるとね、こんな感じです。アプリの方は、まあ、Google 系のアプリしかないですね。もう Google 系のアプリしかありません。非常にね、スッキリしてていいと思います。はい、ストレージの方はですね、16GB 中ね、6.16GB を利用しているということになります。まあ、使っている容量はね、初期状態としては少ないですけれども、もともとね、16GB しかありませんので、まあ、10GB ぐらいしかないということなんでね、結構やっぱなかなか厳しいかなと思いますね。まあ、アプリの方はですね、やはりちょっと厳選して入れないと、ちょっとね、なかなかストレージ的に厳しいと思います。はい、一部ね、日本語化されてないメニューもあります。ちなみにね、スマートアシスタントというかね、ちょっと日本語になっていません。ここでね、全画面ジェスチャーを選択することができます。こんな感じですね。はい、非常にね、安い端末になりますけれども、指紋認証センサーがあります。レッドミーシリーズなんかですね、一番安い端末ですと、指紋認証センサーが省かれてね、もうフェイスアンロックだけになってるんですけども、じゃあちょっとね、やってみたいと思います。はい、こんな感じですね。早くはないけど、特にね、問題はなさそうです。はい、それではね、フェイスアンロックも行ってみたいと思います。はい、じゃあこっち向けます。はい、こんな感じですね。もう一回行ってみます。はい。まあ、こんな感じですね。まあ、やっぱスピードはね、そんな速くないけれども、まあ、特にね、問題はないかなと思います。はい、それではね、カメラアプリの方を見ていきたいと思います。今ね、これ写真、画像、写真になってますね。で、これでポートレート、あと、まあ、ビューティーモードですね。ここでなんかね、美顔モードが使えるようです。あと、ここ押すとですね、なんかこういうね、ステッカーみたいなものをつけるようなものもあるようです。あと、写真の方ですね、ここで一応 HDR のね、オンオフの切り替えが可能です。あと、こちらが、まあ、LED のね、フラッシュのオンオフになります。はい、一応ね、写真の設定の方ですけども、一応手ブレ補正のオンオフがありますね。あとは、音をね、消したりとか、あと、ウォーターマークもね、オンオフができます。はい、動画の方はですね、一応ね、EIS ついてますね。電子式の手ブレ補正が一応オンオフできるようです。あと、画質の方はですね、最高でフル HD ですね。はい、この動画はね、ユミレジの A3S のね、アウトカメラで撮影をしています。音声の入り方はどうでしょうか。動画撮影中のオートフォーカスにも
はい、一応ね、対応しています。ただですね、ちょっとこれ画面がですね、すごいね、見ている、撮影してるね、この画面の方がすごいカクカクしてるんですよね。これ動画で大丈夫なんですかね。非常にね、カクカクして、ちょっとこう追いついてない感じがありますね。はい、どうでしょうか。はい、今回はですね、8200円ぐらいでね、購入できる激安のユミレジの端末 A3S をね、紹介させていただきましたけれども、まあ正直ね、まあ価格なりのローエンド端末ということで、まあ結構ね、やっぱもっさりはしていますね。動作はそんなに速くありません。で、カメラの方もですね、まあカメラは実際、まあ見てもらえばわかると思いますけれども、まあやっぱね、安いカメラということで、まあ白飛びしたりね、黒つぶれしたりすることが多いかなというふうに思います。あと動画の方もですね、まあこれも見てもらった通りだと思うんですけども、まあ手ブレ補正がね、効きません。で、最初ね、紹介した時、EIS があるっていうことだったんですけども、その後ね、2回くらいアップデートがあって、アップデートを入れたらね、EIS がね、なくなってしまいました。で、EIS ね、ある時にちょっと撮影したのもあったんですけど、まあ EIS 入れると逆になんかね、手ブレが強調されるような感じで、あんまりうまくね、動作してない感じだったんで、まあもしかしたら削られてしまったのかなという印象です。まあただ、またアップデートでね、復活したりすることもあるかもしれませんけど、まあいずれにしてもですね、手ブレ補正についてあまり期待できないかなという感じです。はい、それでもですね、まあ日本のアマゾンで1万円以下でね、簡単に購入できる端末というのはね、限られてきますので、まあそういった部分ではですね、まあ割り切ってね、使われる方、サブ端末とかですね、あとはまあライトの扱い方、まあ電話だけに使いたい方とか、そういう方がね、探している端末としては結構ね、需要があるんじゃないかなと思います。私も以前にですね、このね、こちらにありますけども、ユミレジの A3 ってね、昔の A3 のモデルになりますけども、これも持ってますけども、結構ね、アップデートエディションとかで、今回のね、Android 10を積んだモデルとか、 A3 はそれなりにこうマイナーアップデートを続けてね、販売されているシリーズなので、まあ需要はあるんではないかなと思います。あとね、対応周波数もね、日本のバンドにほぼ対応していますし、まあ技適もね、取っているということなので、そういった部分でもね、安心して、まあ利用できるんではないかなと思います。まあね、海外のね、通販サイトを利用すれば、もっとね、安くて、スペックがいい端末も購入できますけれども、やはりね、いろんな、もしね、初期不良とかがあった場合のね、返品とかも大変ですんで、まあそういう部分考えると、まあね、アマゾンで購入すればね、その辺も安心かなと思います。はい、まあね、8000円というね、非常に低価格で、購入できるね、スマートフォンですので、まあどちらかというとですね、本当に100円ショップでね、販売している商品を買うように、まああまり期待せずに、まあかつね、割り切って利用できる方であればおすすめできると思います。はい、今回は以上です。